え、イエーイ俺来てます。はい、せーの、アイレディー、イエーイ。始まりましたね。始まりましたね。今週もアイレディ。アイレディ。はい。イエーイ。イエーイ。イエーイ。はい。ということでね。まず乾杯。じゃあまずね。乾杯かな。乾杯から。あ、じゃあみんなに乾杯しますか。じゃあ。みんな乾杯。乾杯しよう。はい。じゃあ、アイレディ見てくれてるすべての人たちに乾杯。乾杯。おい。わい。おいおい。あ、さあ前回ね、はい、ちょっとね幹部集合だったんですけど、ちょっとグダグダ。あ、おはよう。おはよう。お、いいな。もう来たんだ。ゲリピーおはようタイム。これおはよう。そう、幹部集合だったんですけど、ちょっとグダグダになっちゃったんで、ちょっと今日メイン MC を連れてきたんで。そうだね。こうちゃんです。土曜日見てる方、多分初めましたと思うんですけど、はい、じゃあ自己紹介ですね。そうだね。どうも、こうです。よーい。はい、今日もバシバシ仕切っていくんで、皆さんよろしくお願いします。やったね。お願いします。はい。じゃあ、そうなんで、僕なんかゲリピーとか来てるんですけど、そうなんです、ちょっとゲリピーというあだ名がついてる篠野のミクです。お願いします。よいしょ。よいしょ。おはよう。はい、撮影ツアーでルカです。よろしくお願いします。今日あとちょっとぐらいしたら、うちのゼログループをまとめてる社長、小社長が、おお、特別最強ゲストで出てくれるので、ね、愛ゆえに愛を捨てた男、そう、愛ゆえに愛を捨てた男が登場するんで、はい、お願いします。はい。早っ。もういや、ちょっとおやすみなさいって来てますね。ちょっと起きてください。ちょっとこれからなんで。お母さんもおやすみなさい。誰からだったぞこれも。ちょっと怪しいですね。ちょっと分かった気しますね。誰からだったぞこれ。はい。今日早速来ますよ。今日さん来るんで。そして明日学園祭イベントっていうことがもうすでに浸透してるっていうね。お、さすが。さすがです。ね。はい、明日のクラブレディでは制服イベントをやってますと。そうですね。はい。やったね。やっちゃいますね。やっちゃいますね。はい、みんな制服着てね。はい、いいことだ。もう若い子からおっさんまで。若い子からおっさんまで。はい、うん、いろんな制服見れるよ。いろんな制服ね。はい、そうですね。ちなみに今日のプランあるんですか。今日のプラン、ね、今日のプラン、ね、気になる。ちょっと見たもん。今日のプランはもうプランプランな感じなんで。プランプランな感じだ。な感じなんだね。せっかく何がプランプランなんだよ。ちょっといろんなね、いろんなものプランプランもうちょっとあかんとこが、あかんとこがね、はい、あかんとこはい、なんだね。皆さんおはようございます。おはようございますね。はい、ほい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 、いっぱいコメントをしてください。なんで今日はコメントをね、いっぱい拾って拾っていこう。やったー。まあ今までのリスナーの方プラス土曜日初めましてのリスナーの方とも仲良くなっていこうかなーって、はい、はい、思うんで、思います。はい、はい、前回もノープランで今回もノープランです。イエス最高だ。これでもね、あえてのノープランなんで、はい、はい、なんで、まあ、際どいこともガンガンね拾っていこうかなと思うんで、皆さんね、もうコメントの方ガンガンお願いします。はい、いやでもね、うちの番組ね、なんか某番組で金持って視聴みたいな番組があるらしいんですよ。何それ。なんかあるらしいんですけど、まあうちの番組はね、お金持ってなくても視聴できるんで、お願いします。へー、はい、じゃあ、ね、金持って視聴する。
丸出しじゃん、あのお金はね、お店に持ってきてください。はい、いや、ホストだわ。ね、ホスト、ホスト、はい、ね、そうね、いろいろ絡みましょうね、ノープランの方がね、うん、はい、お、制服着てくよ。あ、でも制服着てきた子なんかあるんすか。そう、明日の制服着てくれ、制服を着てきてくれる子は、そう、なんだっけ、フード、はい、そう、僕、特別のフード。そう、今からのこうニコ生終わってからカレー作るんで、そのカレーを、サービスと。おっと、いうことですかね。イエーイ、一生懸命カレー作ります。うん、はい、いや、ルカ代表特製の手作りカレーですか、それ。手作りカレーです。おお、本当にあの下のマルエツでいっぱい材料買って、はい、おお、20人前ぐらい作るんで。いや、なんかもうフェロモン入ってそうっすね。フェロモン入る唾液も入るし最高だ。何でも入るし最高だ。ねー、ちょっと、うん、ゲリピーカレー、お、カレー食べ行く、早速来てくれてますね。食べ来てくれる、はい、嬉しい。いや、むしろカレーだけ食べに来てください。そう、はい、そうっすね、カレー本当にね。で、そのカレーを食ったミクのそうね、お尻のとこからまだゲリピーが出てくる。あるよ、あ、長い作業かな。あるある。それをまだ拾って、あの、クリスタルぐらい入れたらもう何でもやりますよ。あ、でも上手なの来てますよ。カレーだけにカレー。おー、あ、じゃあ、ルカはルカカレーで、この時点でちょっと潜入表をね。そう、あ、もう、そうこれでいきましょう。あの、いただきます。いただきましょう。はい、さすが、ね、ありがとうございます。うん、すごい甘口なのはね、トークだけで。そうだね、はい、トークは甘口なんで、僕ら。あの、もうルーは中辛と甘口。お、甘口、甘口やってるじゃん。や、優しいですね、やっぱり。みんなが食べれるよ、はい、そうっすね。いやね、いいですね。あ、ちょっと、おお、2000万持って視聴してます。お、じゃあそれ持ってきてください、せっかくなんで。はい、持ってるだけじゃなくてね。今日コメントちょっと少ないね。ね、もうちょっとね、みんな盛り上がらないと。わ、俺らが盛り上がってないからって。はい、ゲー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 。うわ、来るよ、2人、かわいい子たちが。あ、じゃあ今日ね、まあ、ゲストの子たちがいるんで、うん、ゲストの子たち、はい。あ、大地さん見てますか。大地さん見てくれてる。大地さん、いや、さっきからずっとコメントしてる。さつみさん、ずっとコメントしてんの。はい、じゃあ今日、はい、初ですかね、幹部以外1人目。はい、じゃあ、ピッてもらってね。何やってんだ、お前。しっかりせえや、しっかりせえよ。おい、しっかりせえよ。そうだ、もうからも。はい、じゃあレオとナオです。はい、よいしょ。ミランが来たよ、ミランが。あれ、今日服装違うね。いや、ちょっと下心2号来て、兄を。むしろなんか服装2人かぶってないな、今日。めちゃめちゃちょっとかぶってますね。大地見てるんだったら出てこいよ、大ちゃん。え、今さ、だってコメントいっぱいしていっぱい、大地。ねえ、なんかさ、ニコ生デリシャス。デリシャス、はい、やりましたよ、これ。やりました、はい。大体コメントいっぱいして、タチミ大地コメントいっぱいして。ニコ、ね、いっぱいコメントを。あ、ほら、ニコは元気ってことして。あ、ニコ元気だよ。声張って、ニコ元気だよ。お、頑張るな、お前。え、ちょっと、さっき3人やったんだけど、はい、ちゃんと自己 PR をやってから。あ、あったんすか。なんか自分をアピールしていかないと、この場所は。あ、うん、あ、お、じゃあせっかくなんでね、自己紹介してもらいましょう、二人にも。はい、じゃあ、まずはレオから、はい、じゃあ私から。じゃあレオくんから自己紹介の方、はい、行ってみましょう。はい、どうぞ。ま、私はイケメンで、お、面白くて、お、かっこかわいくて、お、王子様で、おお、ちょっと S で、おお、完璧、お、そしてダンスがうまい、おお、おい、あー、出た、おえー、それまだすね。お、でもミラン、今日は酔ってないのか。酔ってない。今日は酔ってない。酔ってない。うーん。
ね、オッケー、もう自己PR オッケー、はい、オッケー、自己 PR オッケー、大丈夫、はい、やめよう、じゃあね、あの原始人2号こと2号行きましょうか。なおちゃん、お、なお、自己紹介の方行ってみましょう。はい、どうぞ。2号は1号より髪の毛も明るい。うお、そうね、喋れる、やっぱり。うお、喋れて、前回見たけど喋ってなかったよ。いやいや、アルバットのね、本気出してなかった。2号起きてるって来てますけど、起きてます。起きてる、もう一番起きてる、一番起きてる。多分寝てないですか。目はもうギンギン、ミーティングいつまで今日寝ようとしたら。大丈夫ですか。いやいつもミーティング寝ようとするね。あの大地さんから来てます、あの、なお起きろ。あ、来てます。じゃあちょっとね、あの、そらそうだ、大丈夫、デリシャス言えば多分ね、大地さん納得してくれるからね。うん、デリシャスも、あの、2号やります。2号デリシャス。ちょっと違うな。やつみたいな。ね、そこのやつには違う。1号濃いって言ってますね。1号。あ、2号じゃダメ。1号はね。はい。今日2号で我慢してるもん、2号。ね。うん。ごめんね。思い出し笑いだった。いろいろとね。はい。はい。はい。あ、デリーデリシャス、デリーデリシャス。さあ、じゃあレオは今日も飲もうかな。やばらし飲もうかな。あ、みんなでせっかちなんで、違う、また、はい、最後。ちょっとバレてますね。しかもなんか、おじいちゃん汗がなんか、ゆだりね、ちょっと、ファンデルファンデますね、ちょっとね。あ、エニオ、デリシャス。ハーモニー。そうそう、靴下デリシャス。靴下。靴下からの靴下デリシャス。グイ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 すごい、はい、すごい、ほら、この辺がもう半端ないんで、足跡がいっぱいついてるよ。だから、せっかくなんでね、みんなで乾杯しますかっていう時にレオくんどっか行っちゃいましたけど、ちょっとね、自由、はい、自由、はい、じゃあ、ちょっとその間にちょっとせっかくね、あの、大地さんが前見てくれた時に、あの、ちょっと古しかとしちゃって、あ、ごめんね、あれなんで、せっかくなんで、あの、大地さんにちょっと、あ、そうだね、メッセージ送りましょうか、みんなで、あの、大地デリシャスをみんなでカメラに向かって行っちゃいましょう。今流行ってるやつを。そう、これ使いたかったの。あ、それ行きますか。ね、そう、チンチンってあの。じゃあ、せーので、あの、第一デリシャスで行きましょう。はいはいはい。せーの、第一デリシャス。オッケー。はい。大ちゃん見てるから。大ちゃん。これで大ちゃんね、あの、200くらいコメントくれるんで。イエーイ。はい。ありますね、もう。はい。ね。これ使いたかった。やばいっすね、チンチンチンって。もほんまにポッ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 言うて、はい、お、乾杯デリシャス。はい、じゃあ乾杯、はい、しよう。2号手振ってって言われた、今。いいね、2号だよ。あの、しょうがないから2号で我慢するって来てましたよ、ちょっとね。あ、嬉しいっすね。1号じゃなくて2号。誰だってか、ミランあ、ミラン、ゲロ入った。前回、今日2回吐きました。2回ね、ハットトリックならなかった。ハットトリックならなかった。ハットトリックならなかった。ハットトリックならずっていうこと。次はどっかの代表の服で来るから。はい、次はどっかの服の代表。ね、南米系。いやね、南米系で。はい。南米系でいきますか。はい。ね、南米系で行かせていただきます。ブラジル的なね、こっち系でお願いします。もう圧倒的にやっぱりね、ルカさんのコメントがめちゃめちゃ多いんでね。そうですね。南米系だから、まあこれからね、とりあえずルカさん出しとこうかなっていうね感じで、ちょっと多分今日はあの原始人がいないからね。いないですね。いや、2号がいるから、2号でみんな我慢してくれるって。今日は2号で多分我慢してくれる。今日は俺独占できるんじゃないかなと。おっ、もう今日今日はね、もうじゃあ今日は俺がルカさんぶっこんでください。ぶっこんでこう。はい、行きましょう。僕がぶっこみますよ。いろいろしていくんで、ぶっこみましょう。はい、あの、ね、ミクとビクロ行きたい場合出して、これどういうことですか。ビクロ行くんですか。それはもう、あれ、ナンバーワンナンバーワンビクロ行くんですか、ね、はい、あの、クラブレディ先月ナンバーワンでしたみたい。おーおっ、うわー、ナンバーワン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 
次ね。ナンバーワン、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 ナンバーワンの格言まで、たなさん、2211、あいよ。え、今日は飲まないと、イエーイ。ナンバーワン、違う、そうそうそう、え、ね、すげえ違くない？どういうこと？同じこと？同じこと？人種で同じ人種なのにこんな綺麗なのとこんな綺麗なの綺麗多分ここちょっと見えるもんね伝わってる伝わってるあどうもどうも見てるお母さん見てるどうもお母さん名前呼ばないと分かんないから金梅見てる皆さん見てるどうも、ゆいがま見てるそれあの、ヤバい人たちじゃないねそれヤバい人たちうなちゃんさん、また店行くようなちゃんまそれあの、生主のヤバい人たち生主の、ね、呼んできてくれたら嬉しいなね呼んできてまあ、どうもミラン、もっと、上げていけよってことだからねあ、飲みます、うん、ねいやいやおお願い結構来ますねミラン、もっと喋らんかい喋らんほれ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 いけるねはいねいやすごいでももっとガンガンねね見てますよバイバイハハハになコメントください本当にハハ見てますハハ、もうバイバイ。あけみ、ね、見てる？あけみだったんだ。あけみ見てる。先週のあけみ。あけみって、あそうだったね。プレミアム会員って聞いたんですけどね。あね。そうですね。あけみはね。あけみ。ああでもやめとこう。今日の夕食は夕食何食べましたか？夕食はまだ食べてないですね。ちょっとね。ね。これから何か食べに行きますか？これから、ね。よ。はい。ね。うん。よ。サソリ食べたい。ゲテモノか。ゲテモノがゲテモノ。なんかあけみさんから来てるんですけど。あけみ。あけみいっぱい来てるあけみ。あれ？え？お母さん来てるよ。いやガチで今電話したら出るけど。ルカ君の一番になりたい。えでもルカさんの一番になるにはどうしたらいいですか。一番になるのは。なんだろうやっぱり。でも何の一番なんですかねこれ。俺がやっぱり一番好きな人っていうのは、はい、まあ、たった一人だけいるから。あ、たった一人だけ。え、ちょっと聞きたいですね、それ。ズバリじゃ。条件的なね。ズバリ一番の人とは、やっぱり俺が一番今好きなのは、よし、行ってみよう。ゲイ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 もうローソンのこと聞かんでも大丈夫え、でもさ、みんないないの好きな人あ、いますあ、みんないてるでしょケビケビそうですね聞いてみましょうか、じゃあじゃあ、ずっとずっと支える何言ってんの見えた、何か見えたお前がちょっと待って、どうしたの急にほら、歯ってきてるよ僕がやばいいや、しかも歯2連発で切れますちょっと怒ってんねはいちょ怒らしちゃったじゃんあ、怒らしました支えるよえ KP、KP ってめちゃ来ますよね KP、KP、乾杯 KP、KP めちゃ来ますよあ、ないね肉も手振ってってコメントしてあげてくださいあけめ激怒ってなんだよこれはこれ書いてんのこれ書いてんのが大地だろっていうああ、多分あの、ね、芸能人の女性で好きなタイプはってやっぱ来てるんで、ね、おせっかくなんでね行きましょうどうですかじゃあね、うん、あ、じゃあどうですか芸能人で芸能人、うん、芸能人やっぱ言ったねやっぱねあれですねカリナうーんこのカリナはい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 あのちょっとスレンダーなモデル系のへーカリナやっぱやばいですねそうなんだどこら辺がうんやっぱどこら辺がってやっぱねやっぱ、お尻お尻、お尻、カリナのお尻じゃ
じゃあ次行ってみようか。うん、じゃあ、ミランさんは。ミランさんは。ミランさん、芸能人は。やっぱりね、若い子はダメなんで。ああ。やっぱりね、美魔女。ああ。美魔女、小林幸子。小林幸子じゃん。誰が秋竹城じゃん。小林幸子。いや、秋竹城、俺の地元だからバカにしないの。地元は誇るよね、芸能人のことね。最強のね。はいはいはい。滑ってるやん、もう。はい、ということで。はい。じゃあ次、じゃあ僕答えますか。あ、答えてあげてよ。王さんの。俺は、あれですね、杉本彩が好きですね、僕は。あー、ボイ系だね。大人の色気。はい。もう色気が大事ですね。うん。ということでね、まああんま広がんなかったんで、じゃあ次行ってみようということでね。じゃあ、ミクさんは。ミクさんは。はい。あけみかな。もうやだ、やだな。お父さん、え、ここだけだもん。おじさんになるの？胸がつぶれる。子供ができた。涙ありましたの？涙忘れとった。あけみめっちゃ。あけみやめて、あんまり。ミクさん、面白いこと言えないの？ね、ちょっとなんか俺ここ二人だけで笑ってたらちょっと潰されそうですよね。べっこ、べっこだからちょっとね、ちゃんと答えろって来てるんで、ミキさん、答えてもらっていいですか。おい、どうも。僕は、僕ガチでいや、いたんだけど、なんか名前忘れちゃったので。はい、じゃあ次ね、じゃあお店でみんながお待ちかねの、はい、あ、ルカ代表、まあ、まあ、芸能人、うん、芸能人はどうですか、います。でも芸能人なんかに恋しないんだよね、まず。あー、やっぱり俺が好きなのは、まあ、たった一人で。お、あー、やっぱさっきのね、さっきつながるやつじゃないですか、これ。それつながるやつですか。ねえ、ちょっとつながるやつ、僕、あれっすよ。じゃあ、それをね、今、今日聞いてないけど聞きたいっすね、それは。聞きたい。はい、それは俺が誰を好きかっていうのを聞きたいの。そうですね、そこは聞きたいですね。ああ、なるほどね。芸能人の芸能人。エコー入れます。声、エコー入れます。あ、エコー。え、前まだ答えるのね、ガチで。いや、いいね。はい、じゃあ違う話題いきますか。違う話題いきますか。はい、一旦置いといて、ね、なんかさっきからすごいなんかアンダーウェア見せましょうコーナーとか下着見せろみたいに来てるんですけどね。あ、本当か。俺今日ダメだ。これ言っていい。はい、すごい僕のこと、僕が好きな人、なんだっけ。あ、俺今日ダメだ。好きな人っすか。あ、今日ダメです。ダメないじゃん。ダメって、コメントしてくれてる君が好きです。おー、おい、おい、へいへいへいみたいな感じ。そういうことっすね。言いたかったのは。言いたかったの、そこ。そこだ。ねえ、さすが。ほんとね、やめてほしいな、そういう。なんとかだけどねってやつ。あかんだけどね。あかんだけど。なるほどね。ねえ。2号喋って。ちょっと2号ちょっとね、酒めっちゃね、飲んでも減らないなと思ったらめっちゃついてるっていう、ちょっとね。テーブルマナーやんなくてもいいから、ちょっとね、ここは。え、これフリートークな感じですか。今日はフリートーク。あ、今日フリートークです。じゃあまた恒例のあれやりますか。いますか。なおに MC 交代。よいしょ。じゃあ1分間 MC 交代するんで、はい、お願いします。はい、見えるよ。来ました MC。 見える、見えてない。いや、もうしね、はい、なんか喋るよ。あ、なおはアンダーウェア、ウェンダーウェアみたいって言うかね。アンダーウェア、アンダーウェアって何なの。アンダーウェアやっぱ略して下着。あー、略して下着ですね。下着。伺いじゃん、喋るのやめたんですか。伺いじゃん。怖いか、怖いか。えー、やばい。下着見せてやって。じゃあ、テーマ誰かないっすか。テーマ何か、なんか聞きたい、質問。テーマ下着見せてやって。テーマ下着を見せて、誰。誰の人が誰、それ聞きたいっすね、誰のがね。一番いい人があった人、見せたら一番いい人はもう、見たい人は。いや、俺今日ダメだ、マジで。あれ、アンケート取りましょうよ。誰が一番見たいか。誰が一番見たいか。はい、ゲリピーってありますかね。
じゃあちょっとアンケートお願いします。はいはい。いや今日ダメだね。ついてない、大丈夫。いや今日ちょっとだ今日ダメな日今日ダメな日です。ついてない。ちょっとお酒飲みすぎる。ちょっとミキさんの携帯ってあのゲリフォンなんですか。あ、ゲリフォン。ちょっと変わりますね。わゲリフォンっていうの。え、なんだよゲリフォンって。え、アップルじゃないですか。これ新しいアナップル、あ、そう、新しいから発売してる、そう、ゲリフォン使ってるから、そう、ゲリフォンができるから、ゲリフォン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 、これ、新しいゲリフォンね、これ新機種なんだよ、これアナップル、アナップル、これゲリフォンだよ、ほらアナップルのゲリフォン、すごいでしょ、これこの汚れちょっとあれだから、あの、汚いやつだから、ちょっとね、あの、これゲリついてますね、これそう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 、ゲリフォン、ゲリフォン、新しいゲリフォンが、やばい、パンツね、はい、これ本当にパンツ今日見せるから、ガチですか、ガチで、今日は、うん、今日見せる、まあ見えないところのおしゃれ的な、おお、いやだから、おしゃれだな、ゲイ、ゲイ、ゲイゲイ、ゲイ、ゲイ、ゲイゲイ、ゲイ、ゲイ、いやでもね、どうなんですかね、下着、なんか男が女性の下着を興味あるのはちょっとわかるんですけど、うん、女の子も男の下着興味あるのかなってちょっと思ったんですよ、ね、燃えないですよ、ね、え、でも、やっぱね、どうすかルカさんはこだわります、アンダーウェアは。僕パンツ、赤が好きなんで。あー、情熱的ですね。赤はパンツ、はい、僕の勝負下着は赤なんですけど、おお、やっぱ男っすね。やっぱ男の俺のパンツみたいな、ちょっと男の俺がいるっていう。ちょっとダメだ。でも本番に弱いんだ。はい。あ、アンケート出たみたいなんで出していきましょう。誰もアンダーウェアみたいか。はい。はい。近場で見せるっすよ、もう。はい、パンツ見せる。そう、事故っちゃった。でも、ゲリピーなーって。もう今日ダメだから、ちょっと使い物なんだから。ヘックン、ヘックン見てんの、仙台から見てるの、ヘックン。ヘックン、ヘックン。はい、僕の、なんか後輩知らない。あ、嬉しいね。なんか、本物かなって分かんないですけど、はい、嬉しいですね、でもね。ね、じゃあ、ミクミクも見せるんじゃないじゃん。これ、こっちってこと、こっちのワイプ、あー、アップで、あ、うん、あー、じゃあミクのパンツ見せてチーム行こうよ。はい、ね、じゃあそんなゲリピーミクさんのパンツまで、はい、鼻つまんできたんだけど、臭いかもしれない。あ、ちょっと、はい、匂うからね。匂うよ。臭いかもしれない。あ、こっちだった。こっちだった。ちょっと豚肉だと臭いもん。ちょっと、え、マジですか。あ、来ました。え、三三二一一、あいよ。はい、CM 行きまーす。いやー、いやでも前回視聴人数もコメントも2番目に多かったですね。いやでも2番目なんでね。2番目やっぱり1番ね。1番がいい。はい。そこはやっぱ今日のパンツダサいからちょっと。やっぱ2番はビリーと一緒なんでね。全部何柄なのこれは。黒っすね。黒のなんか変な、ね、なんかちょっと汚い。それ以上出すとちょっとバンバンバンなっちゃうんでね。なんかちょっと今見たら穴開いてたスパーク。
ね、なんで入ってんだ。お尻だけ茶色くないどうなの。お尻みたくない。あ、じゃあちょっと後ろ見てください。本当に、ね、後ろやっぱ気に合いますね。ちょっとね、見つけたってみかい。いやいや、え、でもお尻出しちゃダメですよ、これ。お尻出してもいいよ。お尻は出さない。お尻はダメ。あー、かわいい。ちょっと、あの、めっちゃかわいいお尻。ファンチェック入るんで。ウクレンチェック、ウクレンチェック入る。チェック、チェック入ります。ウクレンチェック入ります。ね、あ、ちょっと見えない、うん、もうちょっと。ダメだね。脱がしちゃダメね。それはダメっす。穴が見えたらダメっすね。穴が見えたらダメっすね。穴が見えるとダメ。ギリギリまではね。え、ちょっと、レオタ匂い嗅いでよ、これ。いや、ちょっともう匂います。やばい。あの、ダメ。いつも、まあ、この、まあ、あれですね、ナンバーワンが使う、この携帯。はい、匂います。何本だっけ。何本。ゲリフォン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 。でもゲリフォン。こう匂いますよね。やばいし、出勤してましてないの。もしもーし、クサプーンみたいな。クサプーン。クサプーン。もし、もし、もしプーンみたいな。ないっすよ、クサプーン。クサプーン。ないってやつなんですよ。クサプーンね、クサプーン。なんで飲んでないのってか。ねえ。なんで飲んでないの。クサってきてますね、クサ。クサブン。クサブン。クサブン。知ってるよ。ゲリフォン欲しいでしょ。ゲリフォンだもん、だって。え、ね、やっぱ常にね、あの iPhone は常に進化してるっていうのと一緒で、やっぱね、ゲリフォンも常に進化してますね。進化してるね。進化し続けますね。ゲリフォン持ってる人間がナンバーワンですからね。そんなやつに負けたんだ。そんなやつに負けたんだ。ゲリフォン持ってる。ゲリフォンはさ、ゲリフォンは絶対今月潰すから。え、ちなみに、そんな毎日ゲリなんですか。ちなみに、ちなみにね、気になりますね、やっぱね。ちなみに、まあ、その時によるよね。なるほどね。いや、生ワンは手出しない。ということで、ね、僕今日企画考えてないって言いましたけど、ぶっちゃけ企画あるんで。えぇ、嘘ないって言えない。その、隠し企画の方、行きましょう。行きましょう。やっぱりね、ポスト、といったら、ナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワンの、持ち物チェック、よいしょ。よいしょ。ということで、ナンバーワンのカバン持ってきてください。よいしょ。はい、ナンバーワンのカバンは、はい、ナンバーワンのナンバーワンのカバン、はい、ということで、ミクのカバンの中にバイオデアいっぱい入ってるんですよ。はい、ミクさん、あれ、あ、ね、コマとかね、それよりたちょっとカバン持ってきて。あー、カバン、はい、もう、ミクさんのカバン、もちもちチェック。よいしょ。よいしょ。よいしょ。バイオデアバレんぞ、お前。よいしょ。ちょ、ほんと見たわ。ちょ、はい、ちょ、やめよ。いや、大丈夫です。出せないものは出さないんで。はい、いいよ、いいよ。いや、ある程度ね。俺、カモノカだった。ある程度、はい、ある程度は出せるやつ出すんで、はい、ね。じゃあ、せっかくなんでね、ちょ、アブリル・ラビーン歌いたい。あ、そうだ、その間ちょっと歌おう、はいはいはい、ね、じゃあ、サインスキューお願いしていった。じゃあ、レオタンのアブリル・ラビーンまでーす。3、3、2、1、1、はいよ。シャンナナナナナ、シャンナナナナ、銀色のライオン。よいしょー。はい、ということで、はい、みんな、カバン、はい、はい、これ、これ、ナンバーワンのカバンです。これ、本当にカバンの、待って待って待って、え、ちなみにこれ、これカバンいくらするんですか、これ。気になりますね、これ。ダメだよ、この正直、従業員も知らない。中身、ちょっと、じゃあまず一発目、じゃじゃん。あ、これ、バン、バン、ね、これつまんないで、これ捨てまーす。捨てまーす。はい、じゃこれ、え、これなんすか、これ。それ、ちょ、化粧ポーチ。あ、化粧ポーチ。男なの、化粧してんの。まあ、そう。ちょっと待って、無駄に使わないでよ。ちょっと、だから、まあこれは、やってんの。これも広がんないで、これ置いてきまーす。やってんの。次ね、いや、なんかちょっと怪しいもん入ってないですかね、これ。ね、気になるね。え、なんかこれ怪しいんですけど。あれ怪しいな、ピンクの紐。怪しいもんね。ピンクの紐。これ怪しいんですよ、これ。まさかこれ。ピンクの紐っていうことは、まあ、元ラブホテルの店員としては、まあ、これは。あ、これ充電器。充電器だった。充電器でした。
稲毛です。はい、ということで、はい、なんかね普通でしたね、あんまね。あこんなありましたね。来たよ、来たよ。来たよ、みんなピシッとしていいぞ。やべえ、今こんなやってる場合じゃないよ。ちょっと、こんな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 、これはダメだってますね。これはダメだって。あ、ゼロさん、よいしょー、ショー、社長です。よいしょ、社長、よいしょ、社長です。社長、来てくれましたよ。1万円くれてありがとうございます。紹介しました。来ましたよね、すぐ来ました。はい、ありがとうございます。紹介してあげて。じゃあ、ということでね、じゃ改めて、はい、あの知ってる方も知らない方もいるということで、はい、じゃあちょっと社長の方から自己紹介お願いします。お願いします。三度の飯より生が好き。やべ、もう三度の飯より生が好き。正解ですかね。ね、やっぱ三度の飯より生が好き。あ、どうも。卵やからね。それ卵やからね。何を想像したんだ。何を想像したんだい。半生か生かだったらどっちなんですか。 生やっぱり生で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 。ハムエッグは好きですか。好きです。好きですか。なんでハムエッグなんだ。ハムエッグは好き。一応ちょっと拾っといたんですけどね。あ、そうそう、はいはい、遅くなりまして、いやーやっと来てくれました。僕らも本当に来てくれるのかなって思ってたんですけど。いや、来たからみんな乾杯しよう。せっかくなんでね、じゃあこんなスペシャル、あー今度ビッ、もうほんと、やばいっすね、はい、じゃあ、こんな、ゼログループ社長に乾杯。乾杯。イエーイ。イエーイ。お願いします。グイ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 ケンピグイ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 。翔さん来たね。あ、でも社長のブログ読んでるよとか来てるんですけど、うん、書いてないんだけど。翔さんがメディアに出るってすごい贅沢。贅沢な、ね、これ永久保存版です ね、これね、はい、え、今その何の話だろう。今あのミクさんの、はい、カバン持ち物チェックしてました。おう、でもあの思わないんでやめました。そうそう、はい、なんか通帳あったんですけど、なんだかでも給料袋はあったよ。おっと。ハハ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 。いやもね、せっかくなんであの社長に質問とかも全然来てほしい。いや、してほしい。はい、でも人生の勝ち組マジ、ここにいない俺、あの大地の、はい、話、取っておきの話があるんですよ。あの、大地さん見てるんですよ、これ。大地さん見てる、はい、大地さんが今ちょうど見てるんで、やっちゃいましょう。コメントも、はい、見てる。これ、はい、CM? まだ大丈夫。まだ大丈夫です。もうじゃ話しちゃっていいですか。はい、行きましょう。はい、ついこの間なんですけど、ついこの間、ちょっと前ぐらいか、いきなり1時過ぎぐらいに電話がありまして、はいはいはい、あ、ハーフド、あ、せっかくなんだか、1時過ぎぐらいに電話がありまして、はい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 、で、もしもーしって言ったら、なんかすげえ泣いてんのよ。はい、すっごい泣いてて。分かったの。ちょっとその時代面白いですね。で、俺もえってなるじゃん。で、俺家じゃなかったんだけど、で、どうしたのって言ったら、会いたいっすって言われて、はい、女の子だったんですね。いや、それよくわかんない人だもん。え、何かなと思って、え、何っつって、いや、とりあえず会いたいっすって言われて、えと思って、いや、まあまあいいけどと思って、で、え、家帰りますかって言われて、あ、今帰ってるから、じゃあちょうど帰るから、まあちょうどいいねみたいな感じで、で、その家に来たんだ、ピンポーンって。はいはいはい、はい、おい、翔さんちんすよ。来ました。オレンジ来たの、はい、オレンジ来て、で、そしたらその、まだやっぱ泣いてんのよ。すげえ、うわーみたいな、なんか俺の顔見て、あの、さらにこう、安心したんだよね。それで、またすげえ泣き始めて、で、その、男二人でその、椅子座って、泣き止むのをずっと待ってて、はい、こうやって、なんで泣いてんだろうと思って、どうしたの、どうしたのっつって、教えて、教えてっつってんのに、ずっと泣いてるから、会話なんだって、はいはい、30分ぐらい俺、は
ありえるそんな話。ありえなくない？あれはもう怖いですよね。ある意味、ある意味怖いですよね。いや本当、いや こういう感じよ、こういう感じ、こういう感じで、はい、ふっふっみたいな感じで泣いてるから、俺ずっとこう泣きやんのを待ってたの。そっとあのティッシュこうパッと置いてあげて、ありがたさを提供して、そうだったら、そうでずっと待ってて、じゃあいつ泣き止むかなって30分ぐらい経って、でやっとそのこうなんか喋ろうと した時に、はい、なぜかなんかすごい力んだのか、ふん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 って立ち上がって、ふんふん。びっくりしたよ。すごいシーンとして多分すごい力んだんだろ。あの開口一番がアナルだったって。あーおーおーおーやーそれはすごいわ。アナルデリシャスね。アナルデリシャスすぐらないっすよ。アナルデリシャスで、いや、いないからこれ話せるんだよ。まあ、ね、そうそう、やっぱ、あんま公の場では話せないことですからね、これね。おでんこさんのすぐらないめっちゃ面白いな。あやるんだけど、はい、それ放送できない内容なんだよ。あいやそういう話鉄板で面白いですよね。あれはいや俺ね、あともう一個あるんですよ。もう一個あ行きましょう。あのそう、はい、滑らない話っていうか、はい、すごいなんかこっちがちょっと恥ずかしくなったっていう話があるんですよ。おお行きましょう。じゃあそれ代表なんですか。代表なんですよ。はい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 。ちょっと前なんですけどこれ、はい、マンションが一緒なんですよ。はい、で、そうなんでしょ。そうそう。で、朝方、何時ぐらいかな、4時とか5時で、はい、で、ちょうど俺は家出ようとしてて、で、車を、こう、駐車場が地下だから、はい、で、ぽーって、まあ、朝方だからさ、誰もいないじゃん、人。はい。そんな出入りしないからさ、はい、そしたらさ、ね、そのエレベーターピューって降りて、で、ぽーって開くじゃん。したらなんか、なんかこの、これ鍵をさ、あこんな感じにして、すごい鼻歌をこう、すごい誰もいないと思ってて、誰もいないそのあちょっと気づいてないんだ。俺気づいてないと思ってた。これはいつか言おうと思ってたんだけど、すごいこんなクールじゃん。クールだけど一人でこう鼻歌ふわふわみたいな感じで、パーって俺が出てきて、お見てあ。みたいな感じで。しかもその時の歌はちなみに何だったかな。あの多分、はい、花火だと思う。しかもすごいいい歌ね、めっちゃいい歌。そんな時、はい、俺もどう反応していいか分かんなくて、そんな本当だ。おお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 お個人的に楽しいことがあって、まあ、花火を車の中で聞いてて、はい、もう気分ヌンヌンで、テンション上がったんだね。まして、ね、朝の4時半なんでさ、はい、いないと思うじゃん、駐車場かなんて。ね、そうですよね、一人の時間的な感じで、ね、バート咲いてとかで歌ってたりとか。まさかね、まさかね、まさかまさかまさかっすね。マジでやっていいね。花火聞いたことある？ね、なかなかない。ね、それは想像できないですね。すごいこんな感じだったから、俺もなんかうっと思って、うわやべ、だあそう見ちゃったと思って、あすぐあのこんな時間に奇遇だね。思わずね。思わず。大変だや。大人の対応。大人の対応で。気が合うね。あ本当にマンションの。地下1階ですよね。地下1階とか1階とか2階とか、エレベーター僕が乗るときに翔さんが出てきたりとかめっちゃあるんですよね。うん、違うと思って、で、1回僕があの朝方結構レパーって顔も泳いでて台に回りたくないっていう状況の時あって、はい、で、エレベーター乗ろうと思ったの、はい、そしたら奥からピンポンって上がってきて、はい、でやっぱり、まあ、結構同業者も住んでるし、はい、こんな姿見られたくないと思ったんです、はい、俺もだから急いで乗ろうと思ったら奥からギャル王みたいな、ね、ギャル王みたいな、ね、ギャル王みたいな、いやもう本当に 100m 先からでもギャル王みたいな、肌が真っ黒くて、はい、で金髪で、はいはい、ちょっとチャラチャラしてて、パーマかけてて、はい、その人が、はい、出てきて、はい、絶対ホスだと思ったら、そうだった。あのね、ギカーって言われて、
受けてね。いや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 、翔さんにグイッと今、小言で翔さんにグイッと今言われたんですけど。じゃあ、所長、あと向かけまして行きましょう。はい、本当にもうそれ多い翔さんなんですけど、あの、一個だけ僕なんか思ったことあった。大丈夫なやつ、大丈夫なやつ、それ大丈夫ね、それやっぱ気になりますね。ギリギリセーフ、ギリギリセーフ。そうだよ、いや、もうギリギリセーフ。それある、もうこれ別にバックもなんもないんだけど、はい、あ、まあ、本当に家が翔さんちと一緒ってことで、うんうん、抜き打ちで僕行くじゃないですか、うん、まあ、いろいろ僕がそなんか相談したいこととかあったりとかしたら、うんうん、今から行きますって行くじゃないですか、うん、で、今翔さんも単発なんですけど、まあ、結構前は髪の毛長かったじゃないですか、うんうん、ほんで翔さんに真面目な話をあのカウンター越しにしたの覚えてます、うん、とにかくあの裸感棒パンチパンチほんで めっちゃ真面目な話してるのに、うん、もう翔さん今年30ぐらいじゃないですか。30になりましたよ。で、髪の毛長くて、うん、で明るくてパーマかけて、そうだね、で下の置いてて、うん、でね、この人って、ちょっと内心思った時があったんで、ね、もうこれ、オチがねえだろ、オチがねえだろ、オチがねえだろ、グイ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 やべやべ、ちょっと冷やせてるわ、言いたいっすよ、僕一番面白いぞ、超言いたい。いやでも話に落ちはなくても落ちる女は山ほどいるんでね。あーうね、うまいわ、うまいわ、さすが名 MC。 じゃあ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 、えいまあまあまあ、えいグイ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 、はい、じゃあでもそんなね、社長といえばあいつなんですか。はい、あのゼログループの、はい、過去最高売上記録保持者。おぉ、はい、え、しかもちなみにあの数字で表すといくら売り上げたんですかね。いくら、はい、もう小翔さんが5個じゃ、はい、誰も、はい、お願いします、そこは持ち上げない、はい、税務署見てますよ、税務署でしょ税務署でしょ。いやでも過去は過去もできますんでねはい、まあもう税務署入ったんでもうリアル、まあ、これやるんだよ、ね、ちゃんと申請済み あの支払い済みなんで、納税者です、はい、納税者、国のためねえ、チャンネル、お、翔さんいくら売ったんですか。はい、ズバリ3000万ほど、3000万。おお、3000万ってやばいよ、お前ら見てる？お前ら見てるか？3000万稼ぐってどんだけどんなことかってわかるかな。それをちょっとリズムに乗って、ちょっとリズムに乗ってね、俺も知らせてほしいな、リズムに乗って、うん、お、お前ら3000万あ、いいよ、リズムビートに乗ってるよ、いいよ、ビートに乗ってる、ビートに、あ、刻んでるね、いいよ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 、いい風で、いい風で、やばいよね、あけ、あけみ、あけみ、オチ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 は待ってるから、こう、どうなるかわからないなるかわからないけども、ちょっと、あけみ見てるかとりあえず、あけみ見てるかあけみ見てるこれがね、かっこいいな、お前放送終了前に決めしたんだよ、男前やね、ちょっとね、やっぱりかっこいいよ、金前と、うなちゃんまん呼んできたそれで、あの、視聴率上がるよっしゃねえ、レオ、レオちょっと、ね、ごめんはいすいませんということで、ミラン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 、踊りましたゲイ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 、あ、レオ、あの、カランコロンカランってきてるんですけど、これどういうことですか、これ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってください卵ない、すいません卵ないじゃあ、はい、まあ、ということでね、せっかくなんで、CM コールの方、社長から、はい、お願いします、お願いします。じゃあカメラに向かって CM お願いします。じゃあ一旦 CM でーすめっちゃ
はい、ということでね、CM 開けました。めちゃめちゃ来てますね、コメント。社長ってこんなにイケメンなんだ。イケメンでトークもいけるってそれ売れるわ。3000万売る男は顔もトークもいい。社長マジイケメそう。社長さすがだ。来てますね。トーク力パナイパナイパナイ。いやね、まあ、ないよ。はい、全員幸せ、ね、あの金曜日ニコナイトでもかなり受けてました。これゼロトークですかね、これ。そうですね、はい、あ、出たこれ、あの時計見せてたやつですよね、これ。出たことあるんですよ、はい、そうなんですよ、ゼロトークにね。今日はああいうレディで、レディで、はい、レディで、ああいうレディで、ああいうレディやらせてもらってます。はい、やらせてもらってるんで。社長が出た途端全部コメント持って帰ったっていうね。ねえ、はい、じゃあそうそう、だ誰がね、いや、ね、あとちょっとあのミスミス、ちょっと、うちのなんか、あの、いつも怒られてるからリスナーさんにあの喋ってないから。そうそう、でも人気あるんですよね、レジデン2号は。せっかくだ、東北講習の方ちょっと、東北講習ね、社長、社長からみたいなね、はい、あの社長からからつぶんない話とか、じゃあ、はい、はい、あ、はい、来ました。じゃあ、お題が来ましたね。お題が来ましたね、今、つぶんない話がね。つぶんない話、どうぞ。つぶんない話がある、ある、大丈夫、ある。ちょっと、レオたちも見切れてるね、ちょっとね。大丈夫、おいで、おいで、こっちおいで。レオた、毎回、毎回、毎回切れてるから。そうそう、え、切れてんすか。え、切れてんすか。グーー、ちゃんじゃんな、そんなわけな。はい、ミラン、来い。ミラン、ミランやで。今日アルゼンチンで来ようと思ったけど、時間なかったからやめたよ。いやね、もっとね、うん、いや多分2号がぶち込めば2号ぶち込むんで、で2号、いやもっとね、2号ぶち込めに行ってるんだよね。あと300だね。もっと僕らのこと知ってほしいんで、うん、はい、みんな2号って何。2号、僕あの一応原始人2号だって。2号がレイヤーさんで、あ、はいはい、2号が2号なんで、あ、はいはい、髪型、髪型の問題は2号にあったんで、もう、うん、2号の特徴は、特徴は、特徴はやっぱりね、あの1号と違う、うん、やっぱ自分のそのあれじゃないですか。あ、2号見たいわけって来てるから、ちょっとあのカメラアップでちょっとさ、一言、一言ね、はい、うん、リズムに乗って、このリズムに乗って一言、はい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 、そのわけない、はい、違う、一緒だ、はい、一緒だ、はい、あの、シャッ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 377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 
ね。確かに。そうっすね。そうっすね。いやね。ちょっと眠い人も起きててくださいね。せっかくなんでね。もうちょっとね。もう少しかな。ね。間に合うかな。もうちょっと。ね。え。せっかくね、社長も来たということでね、今日いるメンバーにも全然もう本当にいろいろ質問欲しいんで、うん、はい、ガンガン質問起きてる起きてる、リスナーさん、本当にね、起きてるよ、はい、もう一回拾っていくんで、際どいやつも拾っていくんで、はい、お願いします、ガンガン押して、はい、ね、社長のもうね、ちょっとお前ら今日いいわ、よくねえよ、よくねえな、よくねえよ、ちょっ辛すぎるね、それは。ねえ、はい、よいしょ、よいしょ、これはアウトです。アウト、ね、アウト、アウト、これはもう完全アウト、アウトですね。いやでもね、はい、やっぱ社長の会なんで今日は。はい、いやいや、今日はね、あれですよ、引き立て役なんで。いや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 、出しこすぎ、出しこすぎ、出しこすぎでしょ、本当に。翔さんもやっぱりね、こっちの方は聞きたくない？あーあー、ね、あ、聞きたい。じゃあせっかくなんでね、気になりますね、こっちの方ね、こっちの方、
はい、はい、こっちの方と、こっちの方聞きたいですよね。こっちの方と10年後の将来の夢的な、これから先の夢的な、まあ、じゃあ10年後の夢は、はい、この今いるメンバーでもずっとやっていたいなっていう。おお、これおい、東京オリンピックに負けず、7年後の東京オリンピックには絶対負けず、それが自分の財産かな。変えてもいいですか。いや、それは、それはそうじゃないほしいですよ。それはお金よりも大事なものっていう。お金は別にそんなね、はい、ね、つ、うん、いてくるものであって、うん、ね、うん、それじゃない価値がね。え、ちなみにあの家賃とか、家賃はそんな、そうですね、826万円や。でも社長のそんなと僕らのそんな全然違うと思うんで、ちょっと家賃はいくら、40万。ああ、家賃40万の家です。じゃあそこそこ売れてるホストの給料ぐらいってことですかね。そうですね、はい、うん、ね、あ、で、愛車は何乗ってるんですか。愛車は、愛車は K です。いやびっくりした。父さんの愛車、K、ミニクーバーが乗ったらもうちょっと冷める、冷めちゃう。やばいよ。いやでもなんかね、ドギスペース乗ってる感じとかね。まあまあまあ、そこはね、はい、危ないの、はい、ポルシェ乗ってますから。ポルシェとベンツの2台も楽だから。まあ多分歌舞伎町を歩いてたらまあ見かける機会もあるかな。ありますよね、はい、この前僕だって白馬見て、白馬乗りながら翔さんがふぅーってこう、おみんな、この前この前見てますよ。見て見て、そっから、俺はそうなりたい、だから俺は仕事を頑張ったらいい、ずっとこうやって。ありがとうございます、はい、これ大事ですね、これ大事ですね。あの、1分前となったということで、はい、できるはずだ。じゃあそこは、はい、じゃあちょっと代表、じゃあ、はい、まとめにかかりますか。はい、はい、今日もあのご覧の皆さんありがとうございました。あー、ゆうれり、あ、ゆうれり。あの、今日やっぱりあの翔社長も来てもらったんで、あのゼログループ今後歌舞伎町一番のグループ、まあ今も一番だと思うんですけど、大きなグループを取っててっぺん取ると思うので、すごい最後翔子、いやいやもう全然、あ、じゃあ最後、じゃあ社長せっかくなんでお願いします。一旦 CM でーイ、イエーイ。かっこいい、さらっと、せーの、バイバーイ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。